皆さんこんばんはその T シャツでしたかそう家族に聞いて家族の話の T シャツって今まで多分何種類かあったんだけどもうなんかなくてこれしかなかったのこれ見て家族の話の「これいつのですか?」これ初回かなちょっといつのかわかんないこれ何の T シャツなんかあったこれが家にあったすいません これ,これ家族の話のいつでしょうかちょっと分かんないこれ売ってない分かんないちょっと売ってたやつちょっと分かんないこれ非売品えそんなことある分かんないよぜひあのね明日から一般販売がね家族の話の一般販売が始まるわけですよだから まあ見に来てほしいなみたいな気持ちでございます来てくれますかそうこれ鉄拳さんがデザインのやつそうそうそうなのもう結構その買ったよって方多いと思うんですけどまだ買えてないなって方がいましたら 明日から一般販売が始まりますのでぜひぜひ旦那の分は明日チケット取ありがとう旦那さんと一緒に来てくれるのありがとうぜひ皆さん来てほしいなって思ってます私は来てください まあちょっと東京なんだけどねちょっとねもしね新潟とかにお住まいの方がいたら結構交通費とかいろいろかかっちゃうと思うんだけど <laughs> アフターとかまだ未定ですかはいちょっと公式に出てないものはちょっと私にもわからないので <laughs> 公式に出てなくて私がちょっと知ってることはないのですいませんぜひ皆さん ください家族の話特定なんだろうね私もわかんない本当にわかんないことがいっぱい私もねちょっと今回初めての会場なので光が丘の今ホールってところ 行ったことないんですよだからかんないけど台本台本ってさ、みんな欲しいですか <laughs> 台本って恥ずかしくないあ,あ、なんかここアドリブなんだとか思われちゃい今回こそまきちゃんの声が向か…ああそれはどうだろう <laughs> もしかしたら今回今年はまさかのまさかのまきちゃんが結ばれるみたいな <laughs> そんなそんな展開があるんですか <laughs> ちゃんと原作がある話なのに今まではちょっと真紀ちゃん毎回振られてたけど今回こそみたいな3度目の正直って言葉があるくらいですから。 もし,かしたら <laughs> ちょっとまだ台本頂い,いてないなら分かんないんだけどもしかしたらそうそう何回かやるからそ1回ぐらいはそう実るかもしれない <laughs> もう大迷惑でしょ吉田さん演 <laughs> 出家さん <laughs> まきちゃんをめるとうみんな気が早い <laughs> あの人物相関との謎が明かされるか確かに長野公演の去年の 家族の話の、あのパンフレットの人物相関図は意外と今回。ややっとわかるかもね。歌を多めでお願いします。わ、うん、かんない。何もまだ、何もわかんないです。<laughs> 何もわかんない。マルドリアップ見たよ。頑張ってください。ありがとう。頑張ってください。<laughs> マルドリアップ今日は。長野の特集だったんですよね。 マルドリーはすごい久し,久しぶりでもないか楽しかったさくらんぼ美味しかったでもみんな新潟見てくれるのかなお疲れ様でしたお疲れお土産あげてよチカポンになんかチカポンっていう新潟住みます芸人のね方がいらっしゃって その方が最近お誕生日だったんですよだからなんかプレゼント渡したいと思ってこの間長野のお土産を買ってきましたリンゴバタージャムといちごミルクジャムを買いました長野駅のなんかお土産屋,屋さんがあってそのお蕎麦屋さんとかがあるところのね建物の中にあるんですけど ここで買って私いつもお土産はもう「くるみやまびこしか買ってないことに気づいてなんかもう勘違いされるなと思ったのこれは」もういや「もしかしたら長野にはくるみやまびこしか売ってないんじゃないか」ってちょっと新潟の方に勘違いされると嫌 <laughs> なので誰もそんな勘違いしないんですけども万が一ね「えななこちゃんあれしか買ってこないから長野県にはくるみやまびこしかないんじゃないか」って思われたら。 と悲しいなってやっぱ長野県民を代表してちょっと良くないなって思ったのでちょっとこの辺で違うものを買っていこうかなと思って今回は別のものを買いましたこんばんは「くるみやまびこ」っていう私がもう激推ししているお菓子があるんですよ。 でも長野駅では買えないちょっと東急じゃないと買えないんだけど本当にね美味しいんです関東にお住まいの方は銀座にも売ってます笹団子ってすっごい美味しい私私大好きなんだけどさ お土その舞台稽古とかで笹団子持ってったらマジで人気ない。そのお家とかにお土産で持ってくのはいいけど舞台稽古ってやっぱささっと食べれてさっとゴミ捨てれるものがいいから <laughs>。 そうマネージャーさんが前新潟のお土産でそう私が初めて舞台やった時に現場に笹団子持ってた時誰も食べてなかった <laughs> そうそう私は美味しいってことを知ってるからた食べたけどそう落語の現場とかにマネージャーさんが笹団子を買ってきてくれて誰も食べてなかった <laughs> お家とかでお土産に買っていくにはすごいいいんだけどそなんか パッと食べてパッとできるものじゃないからさねそうお茶も必須そう私ね和菓子があんまりその嫌いじゃないんだけど自分で好んで食べたり変わったりはしないんですよ そうなのだからこの間実は銀座長野っていう場所に母親と行ったんですよでお母さんが「この羊羹本当においしいから」って言って食べたんだけどってなっちゃった私美おいしいけど」ってなっちゃって皆さん和菓子好きですか好きなんだけど好んで食べない。 ちなみにあみんな好きこの間ね銀座長野に何をしに行ったかと言いますとそのミハが青森のお土産をねちょっと前に買ってきてくれたわけですよだからこれは長野のお土産を買わないといけないと思ったんですけどなんかミハが好きそうなものがちょっと売ってなくて。 銀座長野で、長野行った時にミハのお土産買いたいなと思ったんだけどミハはしょっぱいものとか辛いものが好きでちょっとお目当てのものが長野駅になかったので銀座長野にあるかなと思って行ったらあって野沢奈良湯漬けみたたいいなものを買いましたミハルに野沢奈良湯と八幡屋磯五郎さんの七味のなんか練り七味っていう。 缶に入瓶に入ってるやつなんだけどご飯にかけるとおいしいみたいなミハはね辛いものが好きなんですそれをあげました <laughs> そうなのんんは私はそんな感じですじじいになってから和菓子の良さが分かった和菓子もおいしいんだけどちょっとまだ分からない。 あんことチチョョココだったらチョコが好きみんなそうあとさ1個さなんかチョコかと思って頼んだものがコーヒー味だった時の寂しさって半端ないよね。わかる人いますか色だけであこれ多分チョコだろうなと思って買ったらえコーヒーじゃんみたいなたまにあるやん。 つぶあん派です。こしあんよりつぶあんの方が好きです。チョコの方が好きですよ。イカリングかと思ったら、オニオンリングだった時の悲しみ。え。わかるでしょど、どんな、どんなシチュエーションなの、それ。どういうこと。<laughs> でも私オニオンリングの美味しさは最近年1年前ぐらいに気づいたんですどちらかというとオニオンリングアンチだったんだけどアンチじゃないけど食わず嫌いだったのでまあオニオンリングって美味しいんだなってモス行った時に気づきました「ショコラ羊羹美味しそうだけどようにする必要ある?」うん 水だと思ったら日本酒ウーロン茶だと思ったらめんつゆだったことがありますそんなことあるウーロン茶だと思ったらめんつゆってことある <laughs> ジャグラーの中身がカルビさんの時ビビったええー、皆さんはそんな感じがあるの私は間違えたことなんだろう あんまないかもしれないめんつゆおいしいよねあのねトマトの皮をむいてめんつゆにつけてくださいちょっと経ったらめっちゃおいしいんですほんとちょっとでいいにしてもういいんか30分とかやってみてトマトの皮を全部むいてめんつゆにつけるんです あと卵の黄身をめんつゆにつけても美味しいでもそれ一晩つけなきゃいけないけどあとは長芋を輪切りにしてめんつゆバターで炒めてください美味しいですめんつゆって美味しいよね わさびだと思ったら柚子えー、そんなことあるめんつゆは何でもおいしい私は小さい頃やっちまったミスはなんかお父さんがんラルフローレン が昔好きだったんですよまあちょっと若い時で、まあ、それを覚えてたから NGT った時にお父さんにラルフローレンのネクタイ買ってあげようと思ったら間違えてポール・スミス買ってたっていう <laughs> そういうミスはあったんですけど。 でも全然今思えば全然違う <laughs> 全然な <laughs> んで間違えるのって感じなんだけどそのミスはありました <laughs> どういうミスなのほんとなんで私って感じなんだけど18歳の私はそんなミスをしてしまいました本当皆さんも間違えないでください。 父の日の日プレゼント決まりまりしたそのさそのね男性のブランドが本当に分かんなくてそれこそポール・スミスとかラルフ・ローレンとかはもちろん分かるんだけど男性まあそうは本当に分からないんですよだから一応決まったんだけど。 喜んんでくれるかかかどうか分かんない去年は鬼塚タイガーっていうなんかシューズブランドなのかなのスニーカーを買ったんですよそうなのでもそれを私多分 Twitter 載せたんですよそしたらね結構私どこのブランドとか全然言ってなくて載せたのに ツイッターのコメントで「あーこれ鬼塚の靴だ」みたいな書いてる人がいっぱいいてなんで見ただけでわかるのみたいなすご,すごすぎないなんでみんなそんなさ見ただけで分かっちゃうんですかブランドえこ今回は メゾンドキツネっていうところの T シャツをあげましたキツネキツネのキツネが書いてあるそれ <laughs> 結構高かったんだけどでもそのブランド私知らなくて。 母親から「ここにしたら?」って言われましたクロコダイルだと思ったらコステラった <laughs> 分かるそれはちょっと分かるそうでもな黒い T シャツにちょっとピッてかいなんか狐がピッピッてなってるやつを買いました タイ,タイガーからきつねそうタイガーからきつねんか男性のブランド本当に分かんないのス,ス,ス,チュスチューシー <laughs> とかは結構若かまあでもその若者、まあ、ブランドって難しいよねアニエス・ベーってあるじゃないですか結構おしゃれな。 アニエスベイって読めないよねアグネスベイかと思ってたよ二 <laughs> 年前初めて見た時アニエスベイって知ってますアグネスベイかと思ってたよねシュプリームもさマジスーパーミーかと思ってた <laughs> 高校生の時に「スプリーム」すごい流行ったんですよ確かスーパーミーかと思ってた <laughs> 本当ハすいませんって感じ <laughs> アグリービーやばい <laughs> 恥ずかしい本当にでもアニーズで着てる人はおしゃれだなって思うよねそうスーパーミーかと思ってた そのシュプリームのパーカー T シャツこのロゴが入ってる T シャツがすごい流行ったんですよ私はスーパーミーかと思ってたスーパーミー男性のブランドは分かんないよなんだっけな 全然名前思い出す,らすっごい高い男性のブランドがあったけどどういうまあ私がブランドものに本当に興味ないんですよ正直皆さんがよくその例えばもう50代とか私のお父さんも60代なんだけど もう大人にななればなるほど全身ブランドさすがにないけど例えばお財布1個だけとかネクタイ1本とか名刺入れとか何かしら1個ブランドを持ってるって方が多いじゃないですか仕事柄的にもそうだけど皆さんはそういう何何を使ってますかこれだけブランド物絶対使ってますみたいな バーバリーもいいよねなんかお財布だけブランドにするとかあーポール・スミスはやっぱいいよねない私もない私今多分財布ポール・スミスだわあーコーチいいねそう私も全然ねブランドわかんないんだ グッチ、グッチって好きな人は好きだよねいや私も、ね、嫌いとかじゃないんだけどもうグッチ好きな人ってもうなんか全身グッチのイメージある <laughs> あっニ V のお財布いいねなんかさ私のイメージねグッチ使ってる人って財布だけとかじゃなくてもうなんか T シャツとかもグッチじゃない <laughs> プラダおしゃれいいねそう好きな人はそうだよね島村だっていいじゃん私もねなんか今小さいお財布が欲しくてしまむらでこの,この間いいのあったから買おうか迷ったもん レレッドウィングブーーツのレザー財布ですすごいブランド分かんないけどバーバリーとかさ確かね高校に入るタイミングでそうお祝いでバーバリーを一個買ってもらったことあるけどそれぐらいだな。 まあまあブランドはわかんないですやばいやばい子供みたいな考えだけどお金を入れるだけの財布にお金をかける発想がわからないでもそれ正しいは正しいでまあどれも正しい間違いはないけどでもちょっとわかる私は高いもの1個じゃなくてプチプラをたくさんっていう人だからそうなのお洋服は特にそうかもね でもねちょっと聞いて、うん、ずっと聞いてると思うんだけど <laughs> そうなんか最近よくね,ね,ね「聞いて聞いて」って言っちゃうんだけどさ「え聞いてるよ今までもずっと聞いてる」って言われちゃう <laughs> 昨日後輩にも言われた私が急にね「ね聞いて聞いて」って言ったけど「いや奈々子さんもうずっと話聞いてます」って言われて <laughs> まあそれでえっとあれなんだけどあの私キャリーケースを今欲しい。 なって思ってて思るんです NGT 入る時にお姉ちゃんがキャリーケースを買ってくれて2つ買ってくれあうそうそう1個買ってくれたんですよそれはなんかね2泊用ぐらいのちょっとちっちゃめなサイズでその1年後にお姉ちゃんがおっきいやつを買ってくれたんですよでちっちゃいやつ私もう駆使しすぎて壊れてるんですよもうだから新しく買いたいなって思ってて。 でキャリーケースって本当に値段がもうバラバラなんですよ楽天とかアマゾンとか見たけど6,000円から売ってるの大体ね安いの4,000円とかもあるしでも同じ大きさでも,もう1う4,000円ぐらいのやつもあるしでも見た目そんな変わらないの多分中は変わるんだろうけどでここで質問聞いて聞いて問題あの皆さんは ちちっちゃめのキャリーケーケス1泊2泊ぐらいのキャリーケースにいくら出しますかもうね値段が分かりすぎて分かんないの正直ちっちゃめのちっちゃめっていうか2百ぐらいのキャリーケースにいくら出そうと。 1> 1万ぐらい2万1万1万そうかそうかそうなの相場がどれくらいなんだろうって話なんですよそれもねもう値段がもうバラバラすぎて分かんないんですよ正直。 そうなの難しいのでも見た目そんな変わらないのああ頻度によるかそうか私は結構使うでさあそうこれを昨日後輩にも「聞いて聞いて聞いてはい聞いてください私喋ります」って言って喋ったんだけどみんなその ちょっっとぶっ飛んでたんででたすよ <laughs> まずひのちゃんには2万って言われて私はねてっきりもう安ければ安いほど最高って思ってたからもう8,000円ぐらいがいいなとか思ってたらひのちゃんに年下の4つも下の5つひのちゃんに「うん2万です」って言われて「えみたいな「<laughs> マジ?」って思ってそしたら。 先生に私のキャリーえしましたえ、まあお力のやつすっごい大きいやつなんだけどすっごいほん本当にそう10泊ぐらいの力超大きいやつだったんだけどえ,え待ってやっぱ私考えはおかしいのかなって思っちゃって私はもうなんか7,000円ぐらい8,000円ぐらいかなーみたいな思ってたら。 みんな言えばそれぐらいで考えてるんだって思っちゃったらやっぱ安かったらすぐ壊れちゃうのかなって思っちゃったの <laughs> 皆さんそう聞く <laughs> どうしようって思っちゃっただからどうしようでも結構使うんですよ本当に。 この際グッチにするショールームに紹介する私が買ったキャリーこちら <laughs> グッチーディオールです」みたいなやりたいよやらないよで私もう本当にそのでそのね口コミとか見るんですけど その口コミってさ。どんなにいい？あのいい口コミでもさ評価が高いやつでも。まあ、いい意見が多いわけじゃないですか。だけど。絶対悪い意見もあるじゃん。なんか傷がつきやすかったとか。すぐなすぐタイヤ取れたみたいな。どんなにいい意見が多くてもなんか12個悪い意見があるだけで。はっ,ってなっちゃうないその引っ張られちゃうじゃん。そっちに。 だからなかなかさ変えずにいるんだよね <laughs> この気持ち分かりますかなんかやっぱ悪い意見ってさ印象に残っちゃうじゃんいい意見よりだからそうどうしよう悪い意見そう悪い意見参考にしちゃうじゃん グッチーこうやってあられてるやだよ <laughs> やだよそうだからちょっと今本当に迷っててでさ6,000円で買って壊れやすかったらまあ6,000円だしなってなるじゃんでも1万いくらしてすぐ壊れたらやっぱショックじゃん やっぱ安いのはそれなりに理由があるのかなって思ったりあとさ口コミゼロのやつって何ほんとねどういうことって感じだよね結構ある,あるじゃないですか口コミがゼロって何本当通販で買うことが多いです 比較的ねうん。そう、店舗にいて確認した方がいいっていうね、わかるわかる。そうなのよ、そう、私もそう思うんだよね。そうでもさ、なんかあんまりこんなこと言うのは良くないんですけれども。通販の方が、その、なんか安く買っちゃったりするじゃないですか。 だってさお店で行ってすごいもうじっくり見てそしたら絶対店員さんにさ買うって思われるからすごい話しかけられちゃうじゃんそれでさやっぱ買いま中身もガンガン見てさその場離れて通販で買うって最悪じゃない <laughs> お店で見てからネットでポチってや,や,やばくない だから通販どうしたらいいですか本当にでも買いたいの正直本当にやっぱツアーもあるからさマスクとかね私も通販で買っちゃう お店でネットポチュ最悪じゃない最悪じゃん <laughs> どっかヨドバシとかさビッグカメラとか行って「へえー」って言ってその場で <laughs> あ私ここで買わないんであの感じ <laughs> 超最悪じゃんリモアって何ちょっとメモっとこうリモアリモアメモっとこう ドンキいや実は私も今日ねドンキー見に行ってきたんですキャリーをそしたらさ5,000円とかで売ってたのえみたいなでも中見ちゃったでも全然普通なんですよ5,000円でしかもちょっと大きめなんですよ買わなかったけどねでもさー なんかさドンキあるあるなんだけどさドンキで買いたいものがあるから行くわけじゃないですかでもしかしたらほかに欲しいものが買わなきゃいけないものがあったのかもしれないって思ってでも今は思い出せないからとりあえず店内を歩いてみるんですよそしたら化粧品とか余計なもの見ちゃってあっ なんかこの化粧水とか試してみたいかもとか思って買っちゃうじゃないですかで家帰った後に「うわあれなくなってた買えばよかった」ってなる今今それなんかあるあるじゃないあなんで今日ドンキ行ったのにあれ買わなかったんだろうみたいな,でなんで私はこれを買ったんだろうみたいなしっとり化粧水なんで買ったんだろうみたいな これ本当にいいやつなんだけど私今日ウェットティッシュとあの掃除のコロコロ買いたかったのになんでなんで買わなかったんだろうみたいなそうこれ結構いいらしくて。 ね、買い物の覚悟が足り買い物の覚悟とは <laughs> はあ、そうだねスマホにメモをしとくねほんとに最近買ったもの可愛くない善光寺のすみっこ暮らし堂っていうすみっこ暮らしの お店があってっかわいいかわいい耳につけちゃうかな <laughs> やば私隅っこ暮らし大好きなんですかわいいね無駄遣い 無駄遣いよくないって分かってるんだけどさ本当になんかでキャリーはキャリーキャリーどうしたらいいいつかさちょっとキャリーを買う配信やろっかな 私がリアルに通販で選んで「ねこれどうえで、ね、これどういくら?」ってや配信やろうちょっと今日はできないんですけど今度やるね私西村七子キャリーを買う <laughs> キャリー配信やろうかなでも本当さマジで迷って買うんだけど サイズは M かなそうでね色はこだわりは正直そのねもうなんかもちろんねピンクとか買うのもいいんだけど私はやっぱ長く使いたいことを考えるとも私も25なので。 ちょっとその落ち着いた色味がいいかな無地の,その落ち着いた色味がいいかななんて思っておりましていやちょっとおすすめの通販サイトだけ教えて今日リモアってやつを教えてもらったから一応今楽天をずっと見てるわけですよであのね ZOZO ゾゾタウンは高い <laughs> 高いのがいっぱい キャリーも欲しいしさなんか本当にいろいろ欲しいものがいっぱいあるでもあんま買わないノースフェイスいいねねえグッチすごい押してくるじゃんグッチ15万もね すごいグッチを押してくるじゃんそうフロントオープンのやつをゆめちゃんから昨日勧められたのでも私あんまりちょっとそれ求めてないんだよな別に皆さん教えてくださいでも結局さやっぱさ 店舗で見に行った方がいいのかな。てかそのグッチの十五万聞いたらもうなんか別に、なんか、なんで私一万円で迷ってるんだろう。<laughs> なんかたまにそういうことありますよね。なんかすごいさバッグとかさ欲しいのがあってさ迷ってたけど、どんどんさ。 なんかブランド見てたらさもう感覚がおかしくなってきててさなんか3万円ぐらいえ安みたいな <laughs> ルイ・ヴィトン見た後にルイ・ヴィトンって買わないんだけどヴィトン見た後にさなんか2万円のバッグ見たらえ無料じゃんって思っちゃう <laughs> おかしくなるよね感覚が買わないけどさすがに15万なん もう無理よ皆さんはもういくらぐらいでも1万ぐらいがいいなねえやだグッチ買っちゃった配信しないよしないよじゃあ誕生日の時に何かやろうかなああ無理だ誕生日の時私もそんなそんなどころじゃない絶対 舞台前日だからもうそんなグッチ買っちゃおうなんて配信してる余裕ないからもう <laughs> そんなそんな余裕の配信はできないわ多分顔を真っ青にしてるわ多分なんか一番リアルに送料とかもろもろいろんなもの込みで1万3000円以内で買いたい理想は1万円以内 理想は1万,万3,000円だって許す七々子グッチ買うグッチなんて一回も買ったことないよ自分でブランド物の,のバッグ買ったことないかも 親戚からこれもららったぐらい <laughs> これねマイケル・コースマイケル・コースさんもなんか20代っていうイメージだよねそれぐらいかなえー、どうしようでもそんなにさ ナイキーアディダスがキャリー作ってくれればいいのに,確かに。なんか。ブランドもの全く分かんないです。親戚グッチ買ってもくれないよ。一回千円でレンタル、ええー、ああ。一回千円でレンタルしたと思えば、一万円の買って十回でも。 元では大丈夫すごいなんか,本なんか説得力ちょ,ちょっとある感じだけど1回1,000円でレンタルうーんまあまあそりゃそうだな確かにでもそれ考えたらいやでもね私ねやっぱねどこかやっぱ気持ちで、ね、ストッパーかかってるのよえじゃあ皆さんブランド物とか、まあ、時計とか もうお財布もそうだし、バッグとか奮発したもので、一番高いものなんですか。あ、車もオッケー。<laughs> 今までで奮発したもので、一番。一番のやつ <laughs>。うわー、奮発したみたいな。これ。これが一番、車、やっぱそうだよね。車なんて。 おー自転車で40万すごいねスノボのいた家家 <laughs> 家,家ってリアルだな私も大きな買い物したことないよそうか CD 時計60万家か なんかね、この間マッシーと話してて <laughs> 車8 0号 <5笑> でマッシーと話してて <laughs> マッシーがさほんとになんかいい子で私は長女だからでまだ弟も小さいしって話をして私はやっぱり一番上の人間としてね 兄弟の中でやっぱ親には実家をプレゼントしたいしって言ってて <laughs> なんていい子なんだって思って私さもうそんなこと考えたこともなくてなんかなんていい子なんだって新幹線の中で泣きそうになった家を両親にプレゼントしたいって <laughs> っていやしっかりしすぎてるって思って。 すごいなっって思ったんですよなんかさ偉いなって私なんて考えたこともないでもそれ親からしたらさ気持ちだけで嬉しいよね偉いなって思っちゃいました マシって弟がまだそう小さいの知らなかった実家プレゼントだってうわ本当に偉いなちょっと私今ちょっとリアルに考えたけど無理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 あ <laughs> やばい菜々子さんキャリー買わないに1票 <laughs> キャリー,買,うキャリーは買わなきゃいけないからちょっと仕事柄的にねだって実家をさ親にプレゼントってさ <laughs> 待ってすごすぎまた改めて考えてみたけどすごすぎてやばい皆さんマッシーを見習って <laughs> 私もそういう人間になろう 荷物は軍団のコンに持たせればいいんだよ、ね、最近さ私ここ最近なんですけどまあ SBC さん長野のね SBC さんに行ったりとかあと NBS の方にもお会いしたりとかで今日は UX の方にお会いしたんだけどここ最近3つのテレビ局の方と会ったんだけどさそのテレビ局の方全員から「いや西村軍団増えましたね」って言われたの。<laughs> もうさ いいよその話みたいな毎回言われるどこの現場行ってもや西村さん軍団増えたじゃないですかみたいないいいいその話いいから <laughs> 毎回このやり取りしてる増えてないですみたいな浸透してるのよ怖いのよ今日 UX の方に聞かれたよ丸取れのディレクター プロデューサーの方に言われたいや西村さんみたいな増えましたねみたいな <laughs> もう何の軍団ですかって感じだよねチカポンには言われなかった まあでも正直まだ3期生の子の名前は全員は覚えられてないのででもさえ皆さんに聞きたいんですけれどもメンバーの名前ってどうやって覚えてますかもうちゃんとメモ書いてとかやってるの私なんかそんなことしたことなくてなんかいつも まあ2期生もそうだし1期生もそうなんだけど別に自然と覚えてくんですよ本当に覚えようとしなくても毎日一緒にいるから覚えちゃうからで自然と覚えた知識ってずっと頭に残ってるじゃないですかそうだからいまだいまだに3期生の名前一生懸命覚えようってやってないんだけど そうなの。クラスメイトと一緒。確かに、クラスメイトって。なんかいつの間にか覚えてるよね。わかる、確かに。確かに。挨拶に行って覚えますよ。確かに。 なんで学校の友達って覚えられるんだろうね。まあそれ集合で一緒にいるからそりゃ覚えるかあんまでも私さそうだねなんかでも私ねもう舞台はあんまり私ね覚えられないんだよね名前。共演した方いや そうなんか誰々ちゃんと共演してよねって言われるんだけどそうないやそうなんだよねどうしたらいいかな <laughs> で舞台って難しいんだよね34週間とかでギュッと会ってもうそっから会わなくなっちゃうから自分とシーン重ならない人とかやっぱ関わらないからあんまりは。 難しいねあと舞台に関しては役名で呼ばれてることが多いからさねえねえもうとりあえずムークのキャリー6,000円ぐらいでたくさんあるからそれにしようねえキャリーの話またしてくれるじゃんムームーク高いとこう <laughs> そりゃ双子の見分け物できる <laughs> もういいいいそれは。 めっちゃそっくりなんだって複数回共演すると覚えられそうだねさすがにさすがにそうよ確かに複数回共演すると覚えられますでも難しいほんとに。 一生懸命覚えなきゃ覚えなきゃってやった時覚えられないんですよでもそれ私ねなんかね駅伝ですごいね学んだ駅伝でなんかまあ駅伝の勉強しなきゃって思ってもういろんな選手覚えるとか思って一時期ねノートにもう昔34年前ですよすごい一生懸命書いていた時代があったの青山学院大学 東洋大学、東海大学みたいなもう紙に選手全員の名前書いてたことがあったんだけどそうやって覚えるよりもうずっと映像とか見てあこの選手最近よく見かけるなあな成っていう名前の選手なんだって自然と日常で覚えてた方が分かることに気が付いた <laughs>。本当にそう この選手最近見かけるなみたいなこの選手最近よくなんか雑誌に名前よく見るなみたいな陸上選手には背番号とかもないから覚えにくいかもそうだね背番号ないね<え>陸上選手はそうだね,そうだね背番号ないね なんかさサッカーとかさ見てるとさ「えっ若っ!」みたいな選手いっぱいいるじゃん。この間ブラジル戦見てたんだけどさ「えっ若っ!」みたいないっぱいいってさそういった中でさなんかマヤ選手とかさ 川島選手とかさキーパーのね名前見るとなんか安心するよ、ね、<laughs> そういう人いるよねなんか「この選手まだまだ代表でいるんですね嬉しいです」みたいなもう知らないわからない名前が多い中でそう。 長友選手とかねそうそう自分が長距離見まくってる映像から親が田澤レンだけ覚えて田澤選手はもうみんな知ってるよ田澤選手のこと知らない日本人いないよね <laughs> えマジで私すごいさ感覚が多分私は分おかしいんだろうけどさ 本当にフラットな目線で見て今大学陸上界あそう大学箱根駅伝とか出てる選手ね長距離界で一番知名度がある選手って誰なのかな三浦選手なのかな,なんか普通に普通に誰なんだろうって思って。 三浦君田沢君あたりなんですかね平林君本当国学院の本当本当に本当にまあ強いけど本当やっぱ三浦君かそうだなオリンピックそうだよね か三浦君かそうかいや伊代田君とか来てほしいんだけどね個人的には順天堂の三浦選手だなやっぱり岸本選手とかどう新潟出身だけどやっぱ三浦選手知ってるよね東洋の石田選手とか知らない どうですか皆さん東洋の前田選手とか知らないあの身長1 9 0センチの選手知らないあフワちゃんあでも女子ってどれぐらいの知名度なんだろうな 三浦選手かなやっぱ <laughs> 三浦選手田沢選手その後が誰だろう 井川選手いや,ーいや難しい井川選手とかね西村家では知名度100%なんだけど <laughs> 西村家大体どの選手も多分知名度100%なんだけどちょっとあんまりあれかな じゃあ逆にじゃあ逆,逆,逆にって何だって話なんだけど現役の陸上選手長距離だと誰なのかなもう社会人も OK 高校生も OK そうなるとやっぱ大迫さんなのかな大迫さんか 鳥ゆうまさん。中村翔吾さん。ヴィンセント、ヴィンセント。<laughs> ライあ、らい、らいも、イ、イアゴンヴィンセント選手じゃないですか。あ、川内さん、あ神野大地さん。柏原さん、柏原さんも引退するか。 したら兄弟。どうなんだろうな。服部トリ選手やっぱ知ってるよね。そうやっぱね短距離そうなんだよね。やばい全く陸上知らない俺がわかる名前まだ。<laughs> うん。キプチョゲさん。第六のさ第六のさ 鎧さん鎧坂さんあきらあきらあいざわあきらあ相沢って言うけどあとはうんやっぱりさあのあちょっと待って私短距離ちょっと待って分かんないと。 あえっ、ー、とあもう短短距離短距離の方ねえ目黒屋選手口増選手目黒屋選手も先生だし選手じゃないし口増選手は今いい現役だけどえっとなんだっけえっと短距離のさあこれ担々べ待ってさサ,サニーブラウンそうサニ,サニーブラウン選手 担々やっちゃったサニブラウン選手はどうですか皆さんケンブリッジ飛鳥選手とか短距離だけど長距離じゃないけど <laughs> 全然思い浮かばなくてななみんやっちゃった鈴木健吾選手 あデーデーブルーの選手は長野の選手ですよねそうですよやっぱ短距離だと分かるね中距離はじゃあ中距離って難しいよね私もねほとんど分かんない横田雅人さんぐらい 中距まあ立澤選手とかも一応中距離戦後の選手だけど戦後0トゥーラップスとかねチーム名だけど <laughs> 飯塚さんクズさん <laughs> クスさんトゥーラップス,クスさんクス保成さん陸上界で一番優しいと言われているクス選手ね3三 3,000m 障害のね確かに中距離好きっていう人は結構もうその道の人よああ田中希実選手確かに有名ですね まさかこの配信でクズさんっていう名前のコメントが出るとね全然関係ない話していいじゃあもう勝利も終わりにするんだけどさ見て佐渡行ったじゃん MV でなんか思い出に持って帰ってきちゃった <laughs> 貝殻理 <laughs> カに「何してんの?」って言われた 佐渡の思い出私が拾った貝殻 <laughs> なんか小学生みたいなことして私こういうの好きなんですよ <laughs> 乙女チック以上です波の音するかちょっとちっちゃすぎてわからないです ずっとさなんか MV って空いてる時間すごい多いんですよだから貝殻を積んでた <laughs> だから MV でそのよくよく見たら多分私の摘んだ跡があるかもしれないぜひ皆さんチェックしてみてください理科に「絶対それ映ってるよ」って言われた。 私が暇でずっと貝殻を積んでいた場所があったので注目ください。 ひささんありがとうございます。12、くにさんありがとうございます。11、たけさんありがとうございます。10位、けいすけさんありがとうございます。9位、たかちゃさんありがとうございます。8位、ゆうたさんありがとうございます。7位、こ生さんありがとうございます。6位、あきひろさんありがとうございます。5位、し一さんありがとうございます。4位、しんさんありがとうございます。3位、東うさんありがとうございます。2位、サイクロンジョーカーさんありがとうございます。1位、アップルシードさんありがとうございます。 皆さん、今日は一日ありがとうございました。ぜひ皆さんあ、何も言うことないけど、これからも元気でいてください。<laughs> ありがとうございました。バイバイ。朝からお疲れ様でした。ありがとう。またね、おやすみ。バイバイ。